もう美しい世界が広がり、私はエクスタシーの中に吸い込まれました。それは死の入り口でした。日本には神様たくさんいますね。神社、コンビニより多いんですよ。私はよく神社好きで行きました。清められる気持ち、そして願い事したり、感謝の気持ちを伝えたりして祈りました。でも何かよくわからない、空気のような漠然とした神様に祈ってたんです。そして私は自然を愛することから、神への思いは次第に変わっていきました。10歳の頃からサーフィンと山登りが大好きで、その自然の尊さや感謝の気持ちを持つようになりました。そしてそれはこの地球、そして恵みと安定をもたらしてくれる太陽、月に向けられました。40歳を過ぎある頃、ふっと思ったんです。宇宙の中にはもう無数の星がある中、この素晴らしい地球があること、そして私はここにいるわけで、もう決して偶然でありえないと。きっと宇宙には計り知れない力を持つ、神が存在するのではと思うようになりました。それ以来、私は目を閉じ、心を静め、宇宙からエネルギーを送ってくれる眩しいほどに輝く光、それが私にとっての神でした。私は13年前、49歳の時、深刻な心筋梗塞に陥り、病院の中での生死はフィフティフィフティでした。でも絶対に生き抜いてやるという強い気持ち持ち続けました。ある夜、私はベッドに寝てました。すると、もう息急に私の前にはもう美しい世界が広がり、私はエクスタシーの中に吸い込まれました。それは死の入り口でした。突然誰かが「ダメだ、行っちゃダメだ」と叫びました。私が意識を取り戻すと、もう急に苦しくなり、もうがきながら苦しい思い、なんとか抜け出したんです。目に見えない存在のおかげで私は助けられました。こんな経験初めてです。その時私はクリスチャンでもないし、スピリチュアル的なもん何もありません。もう驚きでした。1年半前、娘がカナダでクリスチャンになり、我が家に戻ってきました。初めてクリスチャンの信仰に出会ったのは、それから間もなく娘のブラザーシスターが我が家に来てくれました。カナダからのご夫妻もです。そして食事を共にし、クリスチャンの信仰について話を聞き、意義ある時間を共有しました。最後に4人は、賛美歌を歌ってくれ、皆で共に手を合わせ、私の健康を祈ってくれたんです。その時私は涙を流し、心の中はもう愛で満ち溢れました。クリスチャンの信仰には愛があることを知りました。それからはイエス・キリストについて学びました。そして娘と共に私の体のことを何度か祈りました。時には科学では説明できないような現象が私の体に起こり、良い変化がもたらされました。数日後のある時、私は何かに触れられ、急に涙を流し、ベッドにひざまずくと、子供のように泣きながら「ジーザス、ごめんなさい、こんなそばにいたのに気がつかなくてごめんなさい」何度も叫びました。もう私は、全てのものを洗い清めたい気持ちになり、全身にシャワーを浴びせました。私はイエスをキリストを受け入れました。イエスキリストによって神と私の関係が作られた瞬間でした。誰もが転機は何度か訪れます。
私は若い頃、精神的に強めてくれた恩人います。そして私の妻です。ぶつかることもありますが、違いを理解し合ったり共に高め合ってきました。そしてその後私は大きくチェンジします。49歳の時のあの目の見えない存在によって私は生かされていることを知ったんです。その意味は最初も小さいことでした。でもクリスチャンになり、それは真実の神を伝えることだったんです。そして JKC に出会いました。妻と共にクリスマスゴスペルイベント参加し、もう温かい歓迎を受けました。そしてブラックゴスペル素晴らしいですね。力強いパワーと大きな喜びが私の魂を躍動させます。もしコップに水があふれるようにあなたの心が愛であふれていたら、きっと良い方向へ向かいます。どうしたら愛で満たされるか、それは信仰によってです。イエス・キリストによって変えられました。神は人間のことを愛してるんです。もうあなたのすぐそばにいるんですよ。あなたから近づいてくれることを待ち望んでいます。心の扉を開き、子供のように真っ白い純粋な気持ちで真実の神を見つめ心を向けたら、きっと答えてくれます。どんなことにでも動いてくれるんです。神は愛です。そしてその愛は喜びをもたらします。神の恵み愛を皆さんと共に分かち合えることを願っています。